おはようございます。おはようございます。今日生写撮影か。そう、今日は生写撮影に行ってきます。なんかこういうのを撮りますみたいな、なんか送られてきたんだけど、なんかめっちゃ可愛いのがあって、そうだからちょっと楽しみ。そう、なんかこれ撮るっていう、なんか可愛いのあったんだよね。1個だけ、1個だけってか1個1個だけって超絶可愛いのが1個あって、分かんない、実際にのイメージの画像と実際行った結構違う時もあるから分かんないけど、なんか話すことない。沈黙。おはようございます。
なんかないかな。まあ、そうそう、でも、あ、そう、なんかさ、この前アルバム、そう、でもね、もう今日は昨日言ったむくみたくないみたいな、もう、そう、むくみを取って撮影に行きたいみたいなさ、だからなんか消えてるもん買ってきたもん、ちゃんと。まあ、7分しかしてないもんだってあと半分もある。どうしよう、なんかこんなにカイムのことないんだけど、ニュース見つから、卒業生だから、あの長い3月の初めの方から中旬はもうずっと春休み、だから友達とね遊ばないといけないのよ、この間にね。やっぱね、友達もね、高校さ別れたらさ、多分急に遊ぶこととかなくなっちゃうと思うから、今のうちにね、私っていう存在をなんかちょっと友達にアピールしとかないと無理なのかなって。でもね、友達春休みね、でもこっちはさコンサートにあるからさ、どうもちょっと 間見つけて友達と遊びまくりたいけど、でも私の卒業式の目標はもうあれなんで、ちゃんと色紙、色紙っていうのかな、あのメンバーじゃなくて、クラスの子とか学校の子と、あのメッセージ交換だ、メッセージ交換を実際に頑張ってしたいなって思います。ちゃんとやって書いてもらおうって思ってなんかもう、だから、ね、無理な気がするんだよね、でもそこら辺の生まれとけばいけたりするんじゃないかなって。なんか、どうだろう、でもさ、見返した時にさ、まあ少ないのって嫌だなと思って。ちゃんとね。まあ、普通に10人に。でもさあ、どうやって話かけるべき、書いてって言えないんだけど、まあそこだよね、原因、書いてって言えないのがもうそもそものあれだ。頑張ってね。
卒業アルバム買ったの懐かしい。卒業アルバムねえ、ちゃんと書いてもらわないと無理だから、まあ多分2人はいける、2人はいけるから、その2人、私の仲良い友達2人にはいけるのね多分。なんかその2人の周りに騒まれてる人にわーって言っとけば多分いけるはず。なんかその2人と一緒にいた近くの子にも書いてようみたいな。それかもうはたまった一人で寂しく終わっちゃうのか。どういうなんか時間あるのか、卒アルを掛け合いましょうみたいな。じゃあさ、卒業式がちょっとおしゃれしていきたくない？普通に制服にさ、いつも通りさ行くのちょっとあれだなって。最後の最後だから高速破ろうとしてる。まあしないけどね。なんかでもプチメイクめっちゃナチュラル。しかも写真も撮りたいのとはちょっと、写真も撮ろうって言い合おう、もうみんなにこうやって構えて、髪の毛アレンジできない。でもね、お団子できるみたいな言ってた。校則が変わってお団子できるらしい、知らないけど。写真も撮りたいマジ。なんかないかな、誰と撮ろう。なんか卒業式っていうのが分かるようなの多分ね、こういうなんて結局無理で、一人でこうやって写真撮ってるの。でもどこにもあげれないからさ、バリバリ中学校分かっちゃうし、制服とか卒業証書で。でもさ、でも中学校卒業しましたみたいな、さあ中学卒業しましたの、なんだろう、あ、ツイッターさあげたいけどさ、どうやってあげたいんだよね。だって制服見せれないじゃん。どうやってあげればいいんだろうね。調べよう。15分だった。終わります。13位にゃんたさんありがとうございます。12位ペシさんありがとうございます。11位リカさんありがとうございます。10位ちゃんとくさんありがとうございます。9位ソラさんありがとうございます。8位ヤシタンさんありがとうございます。7位シミシミさんありがとうございます。6位コンソラさんありがとうございます。5位ワンタンメンさんありがとうございます。4位シンさんありがとうございます。3位ヒデさんありがとうございます。2位もぎたてりんごさんありがとうございます。1位ただの魚さんありがとうございます。ありがとうございます。じゃあねー。